ウィネベーゴ湖、ウィネベーゴ湖は、アメリカ合衆国ウィスコンシン州東部にある淡水湖で、ある。湖面の広さは137,700エーカー、557キロメートル215.2平方マイルあり、ウィスコンシン州の中にすべてが入っている湖としては、最大である。南北の長さは30マイル、48キロメートル、幅は10マイル、16キロメートル、 湖岸の延長は88マイル、142キロメートル、平均水深15.5フィート、4.7メートル、最大水深21フィート、6.4メートルである。西岸沿いに多くの浅い暗礁があり、また東岸は崖になっている。西岸近くにいくつかの島がある。ウィネベーゴ湖にはウルフ川とフォックス川という二つの主要河川が流れ込んでいる。出ていくのは、 フォックス川であり北のグリーンワンに向かい、フォックスウィスコンシン水路の一部になっている。ウィネベーゴプールと呼ばれる、州内の大きな湖水体系の一部にもなっている。湖岸にある都市としては、オシコ州、フォンデュラク、ニーナ、ナナシャがある。湖水を使った上水道体系により、オシコ州、ニーナ、メナシャ、アップルトン各市の合計25万人以上に水を供給している。 このウィネベーゴ湖は約1万2000年前のオシコシ氷河湖の名残である。氷河がグリーンワンでミシガン湖からの湖水の流入を塞ぎ、出口がなかったので氷がせき止めて水を貯めたものだった。ウィネベーゴ湖の数マイル東をナイアガラ断崖が通っている。湖の下にある柔らかいオルドビスキの岩が侵食されてしまい、硬いシリルキルの岩が尾根となり、 この盆地を形成した。1634年、フランス人がクリーン湾の騎士で、ウィネベーゴ族インディアンがウィネベーゴまで伸びる地域に住んでいたのを発見した。この部族の自称する名前はホーチャンクだったが、近くに住むアルゴンキンゴ族が、汚れた水を意味するウィネベーゴと呼んでいた。ウィネベーゴこの夏は、魚の匂いがきつかったので、アルゴンキンゴ族が、湖のことをそう呼んでいた。 1880年代の夏季には、湖の東岸から西岸の押し越し場で2週間ごとに蒸気船 BF カーターが就航していた。3月の氷が割れる頃の風が強い日に、時として氷が勝負、拝み上がりすることで知られている。住民は貨物列車の音のようだと言っている。25フィート7.5メートルの高さにまで達することがある、この勝負で、 湖岩の建物が壊されたこともあった。ウィネベーゴ湖は人工湖ではないが、1850年と1930年にホックス川から入る口にある土地等の両側に作られたダムによって水位は約3フィート90センチメートル上昇した。現在その水位はアメリカ陸軍工兵司令部が洪水制御の需要に合わせて管理しており、 私有財産に与える氷による損傷を減らし、下流の水力発電と汚染希釈のために放水し、ボートのシーズンには高水位を保っている。十七箇所の拷門で、ウィネベーゴことミシガン湖をつないでいる。この拷門は、ホックス川下流にあり、ウィネベーゴ北西宮、メナシャ市に始まり、グリーン湾に注ぐ河口で終わっている。その一つである、ラピットクロシュ門は、海集めが、 上流に行かないようにする障壁として、高級的に閉じられており、残り3カ所のみが稼働している。校門の再建が進められており、フォックス側高校校舎が監督している。ウィネベーゴプールでは、多くの年中行事が行われる。例えば、湖岸でのコンサート、釣り選手権、ボート漕ぎの行事、プレジャーボートのラリー、搬送と、氷上レースなどである。上流にある、 ビッグレイクビューデモール、ウィネコン、ポエガン各湖、ウルフ川、ホックス川の浄化流と共に、プレジャーボートを楽しむ地域である。1989年、ウィスコンシン州自然資源省によるボート利用度の調査では、ウィネベーゴプールがミシシッピ川をしのいで、州内で最も繁華な内陸水路とされていた。ウィネベーゴ湖は、州、軍、市営の様々な公園がある。 ハイクリフ州立公園が湖で唯一の州立公園であり、湖の北東隅にある。この公園では、キャンプ、ハイキングが楽しめ、湖の美しい景観、マリーナ、湖浜、展望台、ピクニック場がある。キャンプはカルメット郡公園やフォンデュラク郡のコロンビア軍立公園でもできる。ハイクリフやカルメット郡公園で湖を見下ろす、象径図画を見ることもできる。 フォンデュラクの湖畔公園は湖の南端にあり、広さ400エーカー、1.6キロメートルの中には、ピクニック場、あずまや、遊戯場、鹿の公園、野球場、マリーナ、ボーおろし場がある。遊園地の汽車、古いスタイルの誘導演目、バンパーボート、水上自転車、カヌーなども楽しめる。メモリアルデーの週末から、レーバーデーまで、ペット動物園が開かれる。 押しこし市には、目のミニー公園があり、歩道、釣り桟橋、ボート卸場、動物園、小さなアミューズメントパーク、ソフトボール場、テニスコート、バスケットボールコートもある。ここでは7月にそう出すと、オガクズデイズ祭も開催される。ウィネベーゴ湖は、州内でも釣り客の多い湖である。ボールアイ釣りでは、国内最高の釣り場と考える釣り人も多い。その他の魚種としては、 ブルーニール、オークチバス、マスケランジ、ノーザンパイク、ペルカ、カワメンタイ、ホワイトバス、タンスイニベ、アメリカナマズ、フラットヘッドキャットフィッシュ、コクチバスが生息している。2010年6月、おしこしで、ギネスの世界記録にも掲載された、歴史上最大の釣り選手権が開催された。2007年の調査で、レクリエーション用釣りの経済効果は、年間約3億ベイドルになっていた。 冬はアイスフィッシングが人気がある。シーズンには1万台の乗用車が訪れても不思議ではない。氷の膨張性亀裂がブリッジになり、湖の東岸と西岸にある多くの市は、道路の凍った表面を雪かきす。長過としては、ソーガーとオールアイが多く、たまにペルカやホワイトバスが釣れる。長ザメのスピアフィッシングは2月がシーズンである。1903年に、 ウザメの槍づきに8ポンド3 6ラム以上の政権が導入された。1915年から1931年まではすべて禁止されていた。2003年のウザメ個体数は国内最大だった。ウィスコンシン州自然資源省は毎年の漁獲口を制限している。早春5月5日から6月30日はウォールアイと総ガが多い。総は サンドパイクとも呼ばれ、冷たい水での食いつきがいい。ホワイトガスは6月が、ペルカは7月が良い。秋は超過が減る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。